か想像してた。100倍はきつかった。もう行くしかないでしょ。レモンジム違う、なんかごめん、話バイタスさんが新しく出した EAA のヨーグルト味すんごい肩がでかくなりそうなショルダーです。みんな顔立てながらですね。お前ナスミが何言うとんか違う違う、なんかごめん、もうなしで。マジで、あ、いえいえ、天才なエンターテイナーでした、うん。はい、皆さんこんにちは、エイトです。今日はですね、大会が終わって2日後の昼になります。昨日はですね、ちょっと体を休めて、というかもう大会ステージを1日5回しかもボディービル、フィジークで2ステージ立った後にボディービル立つって、僕が想像してた20倍、いや50、100倍はきつかっただから昨日はちょっと休憩が必要だったんですよね。って言っても昨日も結局2時間ぐらいしか寝れてなくて、ほとんど休憩ができてないんですよ。なので昨日は12時ぐらいに寝て、今日7時ぐらいに起きてめっちゃ寝れた。なんで元気になったんで筋トレ行こうと思って、しかも広島に来たんですよ。広島に来たらもう行くしかないでしょう、レモンジムということで、今からレモンジムでトレーニングしに行きたいと思います。それではレモンジムさんにレッツゴー。それではレモンジムに着きましたよっつって、今日は胸肩トレーニングなので、最初はこのインクラインのマシンからやっていきたいと思います。初めて見るマシンだな、これ。どこのマシンだろう。まあ、やっていきたいと思います。トレーニング中飲んでるものなんですけど、これが原料マキもずっと飲んでたやつなんですけど、ファインラボさんのブラッドパンプっていうやつと、バイタスさんが新しく出した EAA のヨーグルト味が混ざってるやつです。これが楽しい。これで多分マジで減量乗り越えれた。今日は大会終わってすぐなんで、あんまりまだね、栄養も回りきってないし、体もちょっと疲弊はやっぱしてるんで、回数の設定は大体15から20回ぐらいでやっていきたいと思います。もうこれでいきなりね、高重量とかやってしまうと、やっぱ体への負担えげつないんで、なんでゆっくりゆっくり鳴らしながらね、進めていきたいと思います。I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. 今日タオルの持ち合わせがなかったんですけど、昨日の大会の時になんかタオルいただいて、これエイトっていう刺繍まで入ってる今治るタオルと書いて今治タオルね。どうやったらバリって読むんやろうな。でもめっちゃいいタオル、ありがとうございます。応援に来てくださった方がくれました。使わせていただきます。すごいレモンジム特殊なアームカールのやつがある。あ、アームカール、これ絶対おかしいやろこれ何に使うの。ロテタカムのこれです、エクスターナルロテーションこっちか。あー、でもそうか、どこ。アームカールじゃないらしいよこんなのあるんだね。後ろ姿がめっちゃマッチに見えるんじゃないこれ、うん、こうじゃない。フロントリラックスって。おお、知らんけどね
すんごい肩がでかくなりそうなショルダープレス。こんだけリップだったらでかくないですよね。肩と胸のトレーニングが終わりました。チャピちゃんはまだやってます。いや、いいトレーニングできた。足もうちょい引いてもいいかな。こっちが置いてる足を、そうそうそう、で、の曲げて、そうそうそう、曲げて、そう、あ、でも丸くない、うん、で、もうちょっと合わせる、左の肩を前に出してあげる。そうそうそう、で、腕を締めて、で、手をね、もうちょっとだけこっち側にね、こう、そうそうそう、で、お腹めっちゃ離して、そうそう、ぽいぽい、斜めに、で、左肩をもっと前に見える、斜めに、ちょっと丸めるの、ちょっと丸めて、で、こう、これが、まあ、それこそ、これこそ筋肉。そう、筋肉中ポージングジャズショルダー教えるの、教えるの、これそろそろそろあの黒角にそうなるわ。まあ、そのしんどさ込み込みなんていうと、それだけじゃない、あの顔なるわ。まあ、なんかみんな顔縦長ですね。本当や、どっちや、本当や。いや、僕はちょうどいいサイズでした。いやいや、縦長だろ、どっちかって一緒ですよ。長なすびが何言うとんだ。あれやばいよね、あのインスタの子。どうですか、めっちゃ、めっちゃ縦長い。違う違う違う、なんか、ごめん、もうなしで。はい、それでは、今日はジムを使わせていただきありがとうございました。はい、うい。大会もありがとうございました。うるさくて迷惑でしたね。あれ、みんな相当興奮してたよ、ね。今日声かけられてね。いや、全員、あ、全員、全員っていうか、ビジターでした人みんな、ビートさんや、さっき、ビートさんいるんすねって、ビートさん大したことないです。外からも言われましたもん。マジ、はい、すげえ、さすがや。はい、大丈夫、泣きちゃぴのおかげやから。ほぼ8割ぐらい。どうでした、僕のフィジークとボディービルは。まあ、フィジークは微妙で、ボディービルは良かった。めっちゃボディービルは良かった、ほんとに。確かに、クラシックフィジークもう出ようかなって感じでしょ。ちょっと気持ち的には迷ってる感じです ね。いや、でもボディビル出たらいいよ。楽しかったでしょ、でもボディビル。めっちゃ楽しかったです、ね。まあ、急遽で対応してくれてありがとうね。いや、マジで、ね、天才なエンターテイナーでしたわ。いい色物やったな。そう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 、体が出来上がってるからこそね、はい、ポーズもちゃんとできたしね。いやでもやっぱ、まあ、まあ、1日でやったら、ね、まあ、そうですね、そうですね。素晴らしい。なんで、まあ、来年ももし開催されるのであれば、ちょっと今年よりも完成度の高いボディービル見せたいです。表彰台狙ってね。はい、ちょっと狙いたいですね、本当に、ね、という感じで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。タムさんは MC お疲れ様でした。ありがとうございました。ハラダマンさんはこんないい大会を開いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。レモンチャンネルのハームちゃんと。そうだ。違う、レモンチャンネル。本当に。じゃあ、ありがとうございます。また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。かぶせんな顔に。